皆さんこんにちは。こんにちは。今日はイオンで300円くらいのお弁当がないか探してきたよ。何かいいお弁当あった？そもそもイオンに300円のお弁当ってほとんどなかったのだ。今まで行ったスーパーのイメージはこんな感じなんだけど、お弁当の底値ってだいたい300円だね。ラムーは安さに特化してるから別格ね。秋田にはミニのり弁ってのが300円で売ってたよ。イオンにはほとんどなかったって言ってたけど、あるにはあったのよね、300円のお弁当。高めのスーパーが価格に挑戦したお弁当はこれなのだ。小さいわね。サイズ感はラムーの198円弁当くらいかな。商品名は4種の俵おにぎりとおかずセット。値段は298円だよ。原材料はこんな感じ。このお弁当、しのぶフーズさんが作ってるんだ。中身は俵型のおにぎりと細かなおかず8種類かな。大きさが分かりやすいように 500ml のチューハイを用意したよ。ただ飲みたいだけよね。グフ。味はどれも普通だったね。美味しかったのはミートボールと赤いウインナーかな。まさか赤いウインナーが上位に来るなんて。久しぶりに食べたからかな、美味しくて驚いたよ。おにぎりもふりかけが表面についてるだけなんだけど、味がしっかり伝わってくるからよかったね。これ以外の300円のお弁当はなかったの？多分なかったね。これ以外になるとスケロクやいなり寿司になっちゃうかな。だからイオンの値段の限界はここかなって判断したのだ。ビッグの300円弁当の方がおかずは豪華ね。イオンは安くても彩りを良くしたいってのが伝わってくるね。茶色じゃないものね。お店の個性が出るから面白いね。ちなみに星評価はどれくらい？星4かな。おにぎりが思ったより美味しかったし、彩りがいいのはちょっと嬉しいね。頑張ってるんだけど、うちなるおっさん向けじゃないね。ドンキホーテの方が満足感があったのだ。卵焼き丼で来られたら勝負にならないわね。4だと500円以上で探すのがいいだろうね。じゃあこの辺りにしましょうか。今日はおまけを用意したから、よかったら見ていってね。それでは皆さん、ごきげんよう。おまけコーナーへようこそ。で、何をするのかしら。300円のお弁当は少ないって言ったじゃない。だけど300円で買えるお惣菜の種類は結構多いんだよ。これは麻婆豆腐と揚げ出し豆腐、どちらも定価は298円だよ。値引きが効いてさらに安くなってるわね。実はね、今回はさらに安くなったんだよ。値引き後価格からもっと安くなる方法なんてあるの？イオンお買い物アプリってのがあってね、そこでクーポンが配布されることがあるのだ。この2つは50円引きクーポンが配布されてたからさらに安くなったんだよ。麻婆豆腐は定価298円、 20% 引きで238円、さらに50円安くなって188円ってこと？そうなのだ、すごいでしょ。期間中何度でも使えるクーポンは会員コードを読み込めば適用されるから難しくなかったよ。まさかこれってアプリの宣伝？普通にお得情報なのだ。結構いろんなクーポンが出てるからチェックしてから買いに行くといいんじゃないかな。最初から値引きしてくれてた方がありがたいけど。それじゃあ今日はここまで。皆さんごきげんよう。あ、逃げた。ご視聴ありがとうございました。